アイズスゲカレックスハンドンシスは、カヤツリクサカスゲ属植物の一つ。垂れ下がる、細長い小棒に細長い花工をつける。緩めの株立ちになる多年生の草本。草丈は40から70センチメートルほど。根茎は短く、横に這うか、斜め上に伸びる。根室用は家計までは伸びず、細長くて、幅3から5ミリメートル。木部の鞘は、 淡かし色で繊維状に細かく裂ける。カキは5から6月。果女は4から5個のコボからなり、先端の頂きコボとその下のコボを含む1から3個がオスコボで、それ以下に出るものはメスコボになっている。ツとは、用心部がよく発達し、基部には短い鞘がある。オスコボは、線形で長さ1から3センチメートル、蒼白色から淡かし色で柄がある。 お花輪ペンは総白色で、中六は戦力色、先端は突き出て、鋭く尖る。メスコボは円柱型で、長さ2から6センチメートル、長い柄があって垂れ下がる。多数の花をつけるが、ややまばらにつく。メバナ輪ペンは、花方よりやや短く、緑白色で、中六は戦力色、先端は突き出して、鋭く尖るか、あるいは短いのぎになる。花方は、 長さ4から5ミリメートルで、楕円形、脈はなくて、無毛、先端は突き出して、長いくちばしとなり、その口は、両端が突き出して2葉を作り、間は深くくぼむ。中東は10ミリメートルほど、3つに分かれており、果実が熟してもそのまま残る。和名は、藍津菅の意で、この地方に多いことによる。日本の固有種で、本州にのみ分布。福島県、新潟県から、 福井県にかけて、主に、日本海側、及び、栃木県に分布する。山地のやや湿り気の強い草地に生える。そのような場所では、道路脇に出ることもある。勝山では、ふさすげ武士セクト、ハイミノクレニーとしている。日本には他にふさすげがある。奥ゾアイズスゲシいアルネレは、アムール、中国東北部、カラフトに生えるもので本種と禁煙とされ。 本種がその変種として扱われたこともある。以下、種として、星のほか P488 勝山、P348 大橋他編、P322 牧の原町 P361 星のほか P488 牧の原町 P361 勝山、P348 牧の原町 P361。ありがとうございます。